とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー3周、行きましょう。先日ね、いいのが出たので、今日は、どうでしょうか。2回連続いいのが出てきてくれれば、最高なんだけどね。まあ、とりあえず、行きます。3回ね。まあ30分以内で行けるようになってるんで、だいぶ早いよ。当初はこれ結構かかると思ってたんだよね。実際にかかってたし、おお、いつの間にか倒してる。それがこんだけ早くなればいい。あー、ゴーレムがいい感じのエンチャントがついててくれたけども、こういう時はね、結構早いんだよね。倒すのが結構早い。よっしゃ。いいね。いいよ。これかなり早い。よっしゃ。OK。ちょっとゴーレム、動いて。ダメだ。ゴーレムが動かん。まだ動かんか。あ、ようやく動いてくれた。もう、オッケー、終わり。ザコはいない。あと一体スケルトンいたと思ったけどな。まあまあいいや。よし、では一周目どうだろうか。この前がピンクスコーンドレルだったんだよね。じゃなしに、防具だよね。一番欲しいのは防具。お願いします。クールダウンがほんとつかないから、クールダウン付きの防具。ヤギか。ヤギはまあ元からクールダウンついてるんだよな。でも火力スキルが全くないんで、あんまり好きじゃないんだ。よくないな。でも全部いらないんだよね。となるともヤギをお供え物だね。雷フォーカス、雪玉。いやいやいや、使えない使えない。ヤギにしときます。では2周目いきましょう。それでは2周目いきましょう。他の武器とか防具をいくつか試したけどもダメだったね。やられる。もうギリギリになったんで元のやつに戻しましたけど、やっぱ慣れたやつが一番いいのかな。だね、これは間違いないわ。よし、まあ、サクッと倒して2周目終わっちゃいましょう。やっぱ多分ね、この装備選びは間違いなく今のやつがね最適解だと思うんだよな。よし、もうちょい。いい感じ。これ嫌いなのね、やっぱね。凍結っていうデバフが大嫌いなんだよな。終わり。いやギリギリだったね。やっぱショートカットすると矢がギリギリになる。やっぱ最初のうちにね4つか5つ出てきてくれないと厳しいですね。はい、どうだろうな。最近しょぼいのばっかりだもんね。まあ当たりはあったけどさ、当たりもほんと20回に1回とかそんぐらいのレベルよ。なかなか厳しいです。いけ、2回目。いやー厳しいな。やっぱ撮影じゃなくって普通にね、なんとなく回ってる時の方が出る気がするんだよね。いやーいらないね。これソウルダンサーでお供え物かな。いやーよくないよくない。ソウルダンサーします。はい、それでは3周目ラストですね。
どうでしょうか。どうもね、無欲で行こうと思うと欲が出ちゃうんだよね。まあ、そういうもんだよね。これ近距離で戦った方がいいか。いや、あんまダメージ的に変わらんね。うん、ダメージ的にはそんな変わりはないわ。うん、アーティファクトシナジーが入ってると、あ、シナジーじゃないね、あれが入ってると、まあ、若干なりともダメージは上がるけども、そうよろしくもないか。やっぱ基本的には巨大化が効いてる矢を大量に打ち込むぐらいがいいね。うん、これが一番早いわ。はい、それでは3周目おしまいです。1、2周目といまいちだったんで、次はどうでしょうか。この前ね、ピンクスコンドレルいいやつ出てるんで、それに続けばいいけども、ダメだダメだね、このラインナップどうしたもんか。いやひどい。これもうトゥルースシーカーでお供え物かな。トゥルースシーカーは確か、紋章2つだったと思うんで、いいもんね。あと黄金だからダメだもんな。もうこれしかないですね。トゥルースシーカーです。なんとまた来ました。昨日に引き続きまたね、いいやつが出た。月の座が違う、ビースティンが違いますよ。冬の指先だよ。263の、アーティファクトチャージとクールダウンショットで、真ん中はまあ虚無かなんか入れていいんじゃないですかね。でクリティカルも黄金でついてるんだよね。これは強くないかい。うん、まあ、バーストボーストリングがね、真ん中についててくれればマジで最高だったんだけども、いや全然使っていけるやつだね。うん、いやなんでだろうな、撮影の時は出ないんだけども普通にやってると出るのよ。であれかな、時間なのかもしれない、もしかすると昨日とね同じぐらいの時間に出たのよね。昼の3時から4時の間、そこがなんかねゴールデンタイムなのかな、出やすいのかな、わかんないですけども、今日も出ちゃいましたね。はい、まあこれは間違いなく冬の指先ゲットでしょう。強いぞこれ。はい、それではですね、今日もちょっと急遽動画を挟みますけども、これが出ました。冬の指先263、まあ、その前のね、ヤギ、ソウルダンサー、トゥルースシーカー、まあ、これは全部お供え物です。いいよね。アーティファクトチャージでしょ、でクールダウンショットで、真ん中をまあまあ虚無にでもしていいんじゃないかな。おばちゃとかはあんまり意味がないので、虚無でいいでしょう。でチャージショットが150万だからかなりのダメージだもんね。で確か冬の指先はね俺持ってるのよ、これだわ。うん、クールダウンショットとアーティファクトチャージ貫通んで光の矢しかなんで、まあ単純にこれの上位互換のやつが今回出たってことか。じゃあこれいらなくなったな、いらなくなったな。はい、まあとりあえずこんな感じです。昨日はこのピンクスコーンドレルが出たんだけども、まあいいやつが2日続けて、出ちゃいました。しかも撮影以外で、なんだこれ。はい、まあまああれ使っていきたいと思います。それではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。